こんにちは、ブーツ青森です。今日はブーツ好きの着火ブーツと単靴を紹介します。梅雨の時期に便利な着火ブーツの紹介と、ブーツ比較ではホワイトソールの革靴2足と、ブラウンコバの革靴2足、ポストマン三兄弟のシワの入り方の紹介、オフでも履ける革靴を紹介します。こちらはレッドウィングの9852です。今年の春ブーツ選手権で2位を取りました。レザーはクローンダイクで茶身仕様です。レザーはライニングありなのか全体的に固めです。ホワイト系のレザーシューレースに交換しています。犬タグがついています。着火ブーツはこの辺の形が好きです。スカル&モッシュの TS005 です。スカル&モッシュさんからブーツ提供をいただいたエイジング中のオックスフォードです。レザーは茶身仕様でこのような色味です。かかとにも少しシワが入ってきました。この辺から見るとアメリカンな感じがします。シューレースはブラウンのチップありに変えています。ホワイトソールは踏み心地が良いです。それではブーツ比較をしていきます。比較してみるとスカル&モッシュの方がワイドです。サイドの様子です。ハイトは4インチと 3.5 インチです。後ろの様子です。サイドの様子です。コバやステッチの様子です。ブーツアウトの時の様子です。続いてブラウンコバの革靴2足を紹介します。レッドウィングの9049です。こちらはベックマンの着火ブーツになります。内側にライニングが入っています。レザーはベックマンと同じフェザーストーンです。少しずつエイジングしています。2ホールのベックマン着火もあるようです。全体的に軽い履き心地です。続いてレッドウィングの8054です。ブラックスミスの単靴バージョンのような革靴です。ライニング入りです。4ホールのフォアマンもあります。こちらもホワイト系のシューレースにしています。はい、それではブーツ比較をしていきます。ブラウンコバ同士の比較になります。ソールはベックマンとブラックスミスに似ています。ハイトの様子です。どちらも270度ウェルトです。サイドの様子です。ブーツアウトの時の様子です。ポストマンシリーズを紹介します。こちらはレッドウィングの9196です。昔からあるポストマン着火ブーツです。靴を履くとき
さりげなくタグが見えます。ポストマンの中では一番履いています。ブーツのように紐をしっかり結ぶとフィッティングが良いです。梅雨の時期はおすすめです。続いてレッドウィング9198です。サイドゴアのブーツです。波打つシワが特徴です。病院など靴を脱ぐときに履いています。履き口は最初の10時間は罰ゲーム並みに痛いです。シワの入りは他のポストマンより早いです。レッドウィング101です。今年70周年を迎えたポストマンです。レザーはガラスレザーでエイジングはゆっくりめです。ポストマンといえば緑のタグです。ドレス感のある裏ハット目になっています。こちらもブーツのように毎回紐を締めるとフットワークが本当に良いです。在庫が7月から復活するようです。それではポストマンの比較をしていきます。サイドの様子です。ブーツアウトの時の様子です。オフでも履けるオールブラックの革靴を紹介します。レッドウィングの9096です。通常レッドウィング社の使用するレザーはステアハイドが使用されますが、こちらのエスカイアはヘファーハイドを使用しています。ストームウェルトなのでワイルドに感じます。幅はワイド系でがっちりしています。コバの張り出しはこのぐらいあります。サンダースのミリタリーダービーシューズです。こちらはアノネイ社のカーフレザーになります。別注でライニングがブラックになっています。シンプルなキャップトゥーのサービスシューズです。幅はナロー系ですっきりしています。最後はスクーブのサービスシューズです。シューホールが7つで裏ハトメ仕様です。レザーはイタリア産のベビーカーフになります。こちらも幅はナロー系になります。ソールはなかなかワイルドです。靴の形によるシワの入り方を紹介します。革靴は甲の履きじわを楽しむ感じがします。ソールによる雰囲気の変化を紹介します。ホワイトソール、ブラウンコバ、オールブラック、シューホールによる雰囲気の変化を紹介します。
こちらは裏ハトメです。シューホールが多いモデルの雰囲気です。270度ウェルトはドレッシーに見えて、360度ウェルトはヒールが大きくなるためカジュアルに見えます。コバにギザギザの模様が入ったモデルもありました。ワイド系とナロー系の様子を紹介します。ストームウェルトはワイルドに見えて、コバの張り出しがあります。ナロー系はコバの張り出しが抑えられています。今回のまとめ。今回はブーツ好きが持っている着火ブーツとタングツを紹介しました。ホワイトソールはレザースニーカーのように履きやすいです。ブラウンコバはオフのきれいめな感じがします。ポストマンシリーズはオフでも履ける革靴です。こちらの着火ブーツやサービスシューズもオフに履ける革靴です。靴の形によるエイジングも比較しました。タングツは履きじわが2本ほどで、つま先のツヤを楽しむことができます。着火ブーツは履きじわと優雅さがあります。サイドゴアはうねりを楽しむような革靴です。レッドウィングの公式 YouTube で7月20日からポストマンが再販されるそうです。ソールの違いによる比較をしました。ホワイトソール、ブラウンコバ、オールブラックです。ハトメによる雰囲気の変化です。裏ハトメはドレス寄りになります。標準はハトメが5つですが多数もあります。360度ウェルトはカジュアル寄りで、270度はコバの出幅がすっきりしています。コバにギザギザの模様もあったりします。革靴にもワイドとナロー系があります。ストームウェルトは力強さを感じます。ワイド系です。ナロー系です。今年の夏は着火ブーツとタングツを履いていきます。ご視聴ありがとうございました。よろしければ評価の方よろしくお願いいたします。一日でも早く更新したく不定期になっております。お気軽にコメントやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今回はブーツ好きの着火ブーツとタングツの様子でした。